はい、やってきました。ドンキーホーテー。シャンクス出てくんな。ねえねえ、今日の外の気温何度か知ってる？12度。11度でした。今日はドンキホーテで爆買いしていこうかなという動画を撮ろうと思っています。はい、かいちゃん寒いね。寒いよ。シャルちゃんじゃ、シャルちゃんじゃねえ。1万円が今回は YouTuber あるある1万円を使って爆買いしていこうかなと。はい、楽しみだね、楽しみだね。私のご褒美企画じゃあそんな感じで今回はやっていきたいと思います。見て、48円。キテミとカビちゃん。なんてなんてこれキテミとカビちゃん。ハトムギ化粧水。しかも見て、この超大容量だよ。すごいよ。500。今年入るの厚底ムートン。さてこちらのお値段は1290円。ちなみにだけど、この厚底ムートンって言ってるじゃん。うちにこの厚底じゃないムートンあるから。同じやつ。これめっちゃ同じやつ。それの厚底バージョンが欲しいんでしょ。じゃあ囲い的。だってでもグレーもあんだけど、これでさ、サイズが合うかな。30。ねえ、きつい。ねえ、きつい。知らない。かかと出てるもん。ねえ、きつい。だってほら、ここ。こんなわけないでしょ。でもこれ以上のサイズないよ。残念でした。寒いから店内入ろう。イケデミの新しいマスク。いや、新しいマスクって俺古いマスク持ってねえの。え、新しい顔よ。アンパンマンみたいに言うな。なんか決まったの？ちょっと今カゴの中見てみようかな。まだ何やってんの？あなたが電話したんです。見て回ってないし。スケデコパーティーセット。何パーティーセットって何？なんかいっぱい入ってる。パンティーセット違う、パーティーセットだって。ちょっとドンキだからってさ、ちょっと外れすぎよ。ミリミッターが。いや、これ見て、アソートが入ってんだね。うん、いっぱい入った。トッピング、トッピングが。とりあえずこれ、買ってこ。やったー。はい、じゃあ好きだ。1個入った。大してこれ安くないけど。むく生組。ちょっとこれ買ってみようか。いくらするの？結構高いね。2キュッパー。意外に高いね。いやでも買ってみよう。こういう時しか買わないから。私はプライベートで美容液とヘアオイルを買おうと思ってます。え、ここに塗るの？あとあとこうやって、こうやって。かぶれそうなんか。いい香りだぜっつって。奥さんにおいい香りだろうっつって。なんで嬉しそうなの2人とも。やべえやついんな。なんで嬉しそうなの2人とも。奥さん、はるちゃんいなくなっちゃう。え、はるちゃんいなくなっちゃう。はるちゃん自分の買い物モードに入っちゃった。あ、でもドンキ楽しくなっちゃうからな。いないの。はるちゃんいなくなっちゃったね。はるちゃんはもうすぐくる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 どっか行っちゃう。あのね、最近ね、髪の毛がね伸びてきて髪の毛を巻くようになったんですが、家にあるのがね、この32ミリのね、このコテなんです。ちょっとね、細いんだよね。ちょっと細いから38ミリぐらいの太いコテが欲しいわけと思ったんだが、32までしかなかったっていう。500円で38ミリあるんだけど、個人的に持つヘアが好きじゃない、巻きづらいから。でサロニアは安くて巻きやすいから。そうそうそう。ういえめちゃめちゃ買ったわ、爆買い、はい、とりあえずケティミはなんか3000ワンパンすんで。しない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 、あれね、おいこね。そうちょっとさ、したい、これ俺はしたくないでしょ。だからケティミにさせようかな。なんでそれ。行こう行こう。何買ってきたか紹介しましょう。まずこれ、はるちゃんの好きなヤンヤンつけ棒のデコレーション系。おいしそう。パーティーセット、ちょっと開けてみて。つけデコパーティーセット。つけデコパーティーセット、開いたぞ。おお。あ、ねえ、3つ入ってる。あ、本当だ、ちょうどいいじゃん。パチパチとプチアソート。わー、あ、なるほどね。楽しそう。ここに並べるんだね。ここに置いて。あー、これはパーティー要素ありだね。で、これバーってやって。これ食べちゃうのね。え、出して。イエーイ。わかった。これ並べるからさ、その間にちょっと紹介してて。はい。じゃあまず、
コアラの街。これさ、無限に入れてたよ。それ何？なんかガムって書いてあった。これなんか面白そうだから。ガム？ガム。バスボール。これはナルトかな？ヨブイチ。ヨブイチ、何が出るの？そう、これサスケが出てくれたら最強。ナルトとカカシだったら2番目。サクラは七。かわいいよ。次これ、はるちゃんの金木犀の香り。金木犀の香り系はね、やっぱあの手に取っちゃうよね。これすっごい安かったみたい、298円。はるちゃんが入ってるところこんな感じです。出るわけねえだろ。今出ると思った思ったでしょ。出るわけねえじゃん。あ、出来上がりました。トゥルルトゥルルトゥルルトゥルトゥルトゥルルトゥルル、じゃじゃーん。でチョコレートつけて、はい、質問、はい、問題、日の祭りは何月何日？3月3日。3月3日。ここに答え書いてある。3月3日。はい、これをじゃあ OK。 はい、せーの。どう？口の中がうるさい。なんかいろいろ口の中がうるさい。他は何買ったの？次ね、これチョコチップスナック。これドンキで買うと税込み74円だっけ？安いんだよこれ。はい、次。え、こんなんだっけ？ナタデココグミ。それはね、アンナさんが言ってた。これハイちゃんやったの？はい。ハリボー。あ、そう、俺がプラントキャンディ。何それ？50円。これ見て、1キロ700円ぐらいかな。これはハルちゃんだけじゃ多分食べきれないからっていうことで、ケチミと半分こするやつ。あのジップロックに入れて持って帰ります。健康カムカム。これは私が小学生の時に駄菓子屋さんで毎日食べてた健康カムカム。美味しいの？美味しいです。これ一番美味しいよ、健康カムカム。後でさ、一番美味しいのこれだもん。うまい棒サラミ味。あ、サラミうまい。ちなみにこれは本当はチーズとかが欲しかったんだけど、売り切れてたんだよチーズ。コンポタとチーズでもびっくりしたよ、金額に350円ぐらいついてたからね。昔は2キュッパとか2パッパとかだったのに。でもさ、これ UFO キャッチャーで取ったらさ、多分500円600円かかるよ。まだあるよ。いや出た、ハリボー追加。グミ大好き。これ安かったよね、100円。ハリボー100円だよ。じゃあ次はミックスボイスで2人とも行ってみようか。せーの、100円。こいつらバカだね。はい、次。これさっきナルトと一緒にこれ3つでいくらだったんだよね。1200円くらいかな。そう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 。これはチキンラーメンで、これがハンギョドンかな、うん、そうこれもさ、1個100円だったよね。そう、100円。プッチャボール、これはるちゃんのお気に入り、うん、ちょっと俺たち気になってたやつこれ。あ、これね。それちょっと食べてみたい。むく生グミ。ちょっと食べよう今。むぎゅう。こいつ自分の食べたい時は食べようって言うんだよ。ダメだ。これ開けようとしたらダメやー。喋らなくなる。ダメやー言ったのね。ちょ。なんか食べないから。なんか食べないから。チュじゃねえ。うわすごい。香りが、うん、やばい。グレープのね、まだ開けてないのね、うん。これやっただけ。すごい。トゥルルトゥルルトゥルルトゥルトゥル。トゥルルトゥルル。みたいだよ。むけるの？わかんない。ちょっとやってみる。出しすぎなの？これ むくってどういうこと？むいてる。あ、ほんとむけてる。それ裂いてるだけじゃなくて？いや、むけてるむけてる。ほら、この中見出てきた。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 これを食べるってこと？やると思ったでしょ。やると思ったらやらないよ。あ、やってる。やってたよ。もうそれ皮は食べれるんだろうね。あー、なるほどね。何？このまま食べた方が美味しいし、このまま食べた方が手が汚れなくていい。あ、そう。あ、でも、これ美味しいよ。うん。うん。うまい。美味しい美味しい。うん。ただ、味が少しなんか、ぶどうというより、なんだろう。でも、剥いて食うほどじゃないって感じよな。しかもさ、人気やっぱちょっと高いな。うん。次は、俺これみんなで食べようと思って。あら、かわいい。ね、これ。何それ。ヒップグミ。パンダ。地元の子供がさ、あれやったかのような。これ見て、これ地元の子供がいたずらしたやつ。エクボできてんじゃん。お尻エクボね。鍛えられたケツしかエクボできないんでしょ。こうなの？そうだよ。カメちゃんのお尻さ、岩みたいなんだよ。もう桃風味。ブルーベリーだね。おお、ブルーベリーか。食べ物でさ、青。今でも探している。
これね、ブルーベリーガムの匂いするよ。あ、本当だ。あの、板ガムだ、板ガム。なんかすごいいい匂いでいいね。あの、消しゴムの匂いですね。練り消し、練り消し。そういうことだよね、あれね。これまだちょっと食べたことある感じするわ。あー、すげえピーチ。なんか変えたことない？え、何これ？いただきます。買った。あれみたいな、マカロン。え？思ったんと違うな。中からびっくりオレンジ味のグミが入ってるらしいよ。うん、入ってるね、入ってるらしいね。あのさ、まずい。まずい。まずい。ドン、最後だね。ラスト、これ。アスリラシートです。でもこれ結構したね、1分くらいしたね。うん、待って、ほとんどお菓子で1万円使ったのやばくない？やばい。これガムだって。これ何これ？じゃあこのガム、ちょっとみんなで食べてみようか。また韓国のお菓子じゃん。そう、韓国のお菓子。これ桃味、コーラ味、ケテミのは何味？そう、いいとこ取ってった。え、粉なの？ちょっと手抜きのお菓子みたい。おー、え、これガムなの？本当に。あ、分かった、洗剤だね。洗剤？あのイメージが。あー、確かにそうかもしれない。あ、嫌な顔してる。美味しくない？え、マジで？なんかこれは美味しくない。でもまとめて食べたらガムになるんだと思う。ちょっと塊できたもん。あ、美味しくない。なんかさ、もう味がさ、ピーチ、どこのピーチよこれ。濃いな、すごい。うん、酸っぱいよね。まずい。ね、まずいでしょ。え、何これ、食べ物。まあでもさ、パッケ買いにするのはいいね、可愛い。この洗剤みたいなやつ、結局合計金額いくらでしたっけ？ 1 万円以内でって言ってたよね。9100円かな。うん、そのくらいだったな。でさ、これさ、値段見ながら買ってないじゃん。よく収まってる。まあほら、しょうがないんだから、なんとなく感覚的にこのくらいかな、ね、っていうのが分かっちゃう。はい、まあこんな感じでね、1万円分ドン・キホーテで買ってみたんだけど、幸せな気持ちになれる。なれる。1万円ってすごい量だよね、マジで。これをさ、俺たちさ、おいっぱでさ、やってたのバカみたいになったっていうかさ、こんなにいっぱい買えてさ、1万円だよ。例えばさ、一人で食べるとしたら、これ何で食べれるんだろうね。ご飯ありとしてさ。1ヶ月以上はかかるじゃん。かかるよな、多分な。ご飯ありだと。そうだね。ご飯ありで、うん、はい、まあそんな感じでね、今回はドン・キホーテ1万円分買ってみました。はい、皆さんもね、ぜひね、ドン・キホーテ行ったらいろんなもの見て買ってみてください。はい、はい、そんな感じで今回は終わりたいと思います。はい、それじゃあまた。